はい、皆さんこんにちは、ロバーティス慎です。今日はですね、ひまわりを使って、縦型、縦円型の構成のね、アレンジメントを作っていきたいと思います。ではね、早速いってみましょう。どうぞ。はい、で今回はね、この器、ちょっと大小の器2つを使って、あのセパレート型で縦型、縦円型を作っていきますね。はい、ではね、まずフォームをセットしていきます。縦型なので、あんまりね、この横には出ないので、ここの器をのね、へりからフォームをあまり高く出す必要はありません。まあ、このくらいでいいでしょう。そしたら、まずここの面取りをしますね。このようにフォームの面取りをしましょう。こういう感じですね。ちっちゃい方もね、やっていきますね。はい、こちらでフォームセットが終わりです。はい、でね、まずこの位置ですね、置く位置ですね、これはまああんまり離しすぎるとちょっとこう作品を作るのにね、難しくなっていくので、今回は、まあ、このくらいの位置ですね、これ器1個離すぐらいですかね、このくらいの位置で刺していきましょう。はい、ではね、まずはひまわりを刺していきます。ひまわりの、ね、顔を、ね、よく見て、まあ、こううつむいてるものと、こう普通に上向いてるものとかね、いろいろとこうひまわりってありますよね。だから今あるね、花材の中にあるひまわりの適材適所の場所を見つけていきましょうね。これはほら、ちょっとこっちに見てるじゃないですか。もうだからこれをね、どこに持っていくかとかね、そういうのがありますよね。まあ、今回5本使っていくので、全部のひまわりをこうやってね、よく見てこの場所をね、決めていきましょう。どうしたらいいのかなと、まあ、とりあえずこうやって、この子はここかな。ね。じゃあこれ横にちょっと向いてるこの子は、ここに少し添えていく子にしようかな。まあしかしな、あんまりここ高いとあれだから低くして。あ、この5本刺しておくひまわりがの高さが同じにならないようにしましょう。もうね、ほぼほぼここでね、決まっちゃうんですよ。だから結構難しいんですよ、ここはね。ここで決まりますからね。皆さん、ちょっとよく考えて刺してくださいね。ちょっともうちょっと上のクラスでやろうかな。少しここと同じ高さになっちゃいそうだったら、ここを下げるとかしてね、この高さをとにかく違くします、このようにね。はい、はい、そしたらここでね、ニューサイランをちょっと取り出しますね。ニューサイランを取り出して、ニューサイランをこう裂きます。
裂くとね、こう細くて丸めやすいね体質になるので、そしてこうした乳細卵を使ってちょっとね動きを出していきますよ。このぐらいにしようかな。そしたら乳細をこう巻いてホチキスで止めます。まあ、こういうパーツを作りますね。これをね、太さをちょっとこう変えて、いろんな太さのなんかこう巻いたパーツを少し作っていきましょう。皆さんね、気をつけてパーツを作っていきましょうね。まあ楽しんでやりましょうね、こういうのはね。このね、巻いたこのパーツの向きをあんまり考えないで刺しちゃう人がいるんですけど、ここの向きはもう適当じゃダメですよ。どのアレンジでも。ここの向きって方向性が出ていくので、これを適当にやると今までやってきたことが全て水の泡になってしまいますので、気をつけてくださいね。今柔らかいね、機器を出してきた乳細卵のパーツを作りました。そしたらこの先のここの部分ってちょっとこうお花に結べたりするので、ここにひまわりの首のところに軽くキュッと結んであげましょう。そしてね、この先のこう細いところはカットしちゃいますね。でここの線が、今入れた線が少しこうどっかに接触してる場合の時は、こっちの結んだ方ではなくて刺した方を少しこうやって動かしてあげると、位置がたやすく容易に変わるんですよ。でここですごく良い位置にしてこうラインを作っていきます。いいですか。もう一本の方もここに結びます。なかなか乳細卵って遊べるんですよね、こうやってね。そしたら今度はこう22番ワイヤーを少しこう U ピンって U にしてね、こう U にしたものを作って、ここに刺します。刺して止めます。で止めたら、ここ U ピンに止めたら、この先っぽあるじゃないですか。この先っぽをまたね、どっかにこう結んであげるんですよ、こうやって首とかに。そうするとほら、またここに可愛い動きができるでしょ。この細い先っぽだけ切っちゃうね。
はい、そうするとこうニューサイランでなんかこう綺麗な動きができますね。これはね、いろんなことに応用ができるので皆さんね、覚えておいてくださいね。はい、次にこのオレンジバラを入れていきましょう。この子をですね、まあ、ちょっと場所をね、トゲを取ってあげたら、もう花びらでちょっとこうやってね、少しこう変形してるのとかは取ります。バラはね、これをしてあげることで結構きれいに仕上がるので、必ずしてくださいね。こういう動きとかね、入ってくると面白いじゃないですか。こういう動きですね。そしたらここで、レザーリーフファンでファンデーションワークをしていきますよ。はい、次にこのサンダーソニアを入れていきますよ。結構このサンダーソニアちゃんはね、難しい飾りっちゃ難しい飾りなんですよ。振りをね、サンダーソニアの振りをよく見て行きましょう。それでこの頭がね、ついてていい場合とついてない方がいい場合があるんで、まあ今回これ切っちゃって、今この辺りにラインで入れましたね。で今回はここにちょっとこのコアラファンを入れてきますけど、このコアラファンがね、毎回、ある花材ではないので、流通が多い花材ではないので、もしかするとこれがね、変更になる可能性はあります。他の花材を入れておきますね。そしたらね、でこのファンデーションワークをしたところの、要は少し上の部分にね、もう一種類ね、葉物を入れてあげるとちょっとこう雰囲気がね良くなるので、はい、実はしたら最後にですね、ちょっとこの下の方に入るサンダーソニアを入れていきますね。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。
はい、こちらのアレンジを今回の提出課題とします。ひまわりのね高さが全部違うということがポイントです。まあ、あとねバラの高さも全部違いますね。サンタンソニアなんかちょっと同じような高さのものもありますけど、まあ、基本的には全部違う高さに入っていくというのが、多点型を成功させるコツです。あとねここに入った、ニューサイランのアクセントラインありますね。このアクセントラインで、随分また雰囲気が変わりますので、この辺りの入れ方にも注意をしてください。あとファンデーションワークね、あんまりこう出しすぎるとフォルムが崩れるので、そこにも注意が必要です。こちらのアレンジメント、提出は正面、それから、まあ、正面と、まあ、両サイドですね、両サイド、それから真上、それから後ろの写真を撮って提出してください。ではね、皆さん、縦型ちょっとセパレートタイプは難しいと思いますけど、頑張って作ってみてください。素晴らしい作品をお待ちしております。ではまた。